ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔王の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。クラウド、行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通り。だがエアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな。タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。暴力反対。できない。まあいい。相棒の借り返させてもらう。やってみろ。かかってこい。ソルジャーか。クラスファースト。
だな。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞっと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。待ってて。やっぱり来る？花と話して、というそんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘。
何も聞こえない。でもね、ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？ああ、と少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。ああ、何かあったのか？さあ行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。帰っちゃう？いや、もう少し。もう帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう？元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい？あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう？欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。